ニュースポストセブンです。昨年3月末をもって TOKIO を脱退し、ジャニーズ事務所も退所した永瀬智也さんを直撃しました。4月にインスタグラムを開設し、友人とバイクでツーリングしたり釣りを楽しんだりするプライベートの姿を続々と公開している永瀬さん、フォロワーが激増して戸惑いも感じているようです。永瀬さんに聞くと、正直個人的にやってたつもりだったんですよ。個人的なインスタグラムじゃなくなってきてしまったのね。悲しく思うことがやっぱりあるんですよと複雑な気持ちを吐露しています。ニュースポストセブン。